こんにちは、ムチーです。ちょっと間を空けてしまいましたけども、久しぶりに水彩画制作過程を、お送りいたしたいと思います。今回でシリーズ32ですね。今回は桜と小川を描いてみました。ちょっとここのところですね、非常に多忙な日々が続いていましたので、なかなかこの動画をアップすることができなかったんですけども、やっと普通のペースに戻りましたので、これからはどんどんとアップしていきたいと思います。今回はですね、ちょっと急いで、作ってしまいましたので、ちょっと雑なところが多いかもしれません。自分でもちょっと反省点が多いところがあるんですけども、まあ、でもためになるところもたくさんあると思いますから、どうぞ、ご覧になってください。はい、久しぶりの水彩画制作過程動画アップです。まずですね、最初はこのようにマスキングをしておきます。まあ、ちょっとこれはストローを、斜めにこうハサミで、カットしましてですね、でこのようなペン状態にしまして、でこのように細い線はこういったものでこうマスキングしておくということです。もちろんしっかりしたところはこういった水筆などでこういうふうにマスキングするんですけどね。とにかく最初はすごく光る箇所とかですね。でマスキングしておいた方がその後ろの色を塗りやすいというようなところ、後ろをさーっと塗りたいんだけど前にこういう光るところがたくさんある、さあどうするかっていうことですね。そういう時に、最初に 光るところとか明るい色のところですね、そういったところをマスキングしておくということです。でも明るいといったって背後が明るいのにその前にまた明るい色を入れてしまったりすると意味がありません。背後が濃い色になるところ、そして手前に明るい色、光る色、白い色のところをですね、そういったところを重点的にまずはこのようにマスキングしておきます。はい、そしてこういった野原には、白い花とか黄色い花とかたくさん咲いていますね。これ1個ずつ描いていると大変なので、もうこれもですね、最初の段階でマスキングでこのようにスパッタリングしておきます。手前は大きい感じ、奥の方は細かい感じになるように、まあ、適当にやっておきます。そうするとこのような白い点々がたくさん出てきますので、でこれが最終的にマスキングを剥がした時に白い点々になって、それが花のように見えてきますので、それを利用するということです。結構マスキングをたっぷりつけて、でこうやったら落ちるですけども、落ちにくい時はこんな風にしてコンコンとやってもいいです。画面をひっくり返しまして、この桜と空の境界部分、そういったところもこのようにしておくと楽です。もちろんこういった花のですね、このこういう花びら、放射状に開いているこの白い花びらですね、こういうのは手前になるほどくっきり描く、で遠ざかるほどぼんやりになるように、手前にあるものをちょっとねくっきりと描き入れておきます。水筆でもいいんですけども、この100円ショップで買った筆、これを、使ってこう放射状のね花びらを表現しておきます。はい、そして、この筆はね、マスキング液がすぐ固まってきますので、まあ、こまめにこの洗剤を入れた水でジャブジャブと洗ってください。5分に1回ずつぐらいジャブジャブ洗った方がいいですね。はい、では空を塗っていきます。
水を引いて、桜のピンクが映えるように、ちょっと青空な感じでいきます。円形の山を塗ります。画面を逆さまにしまして、川を、空と同じように塗っておきます。では、両側の土手の部分の緑の部分ですね、そこに、水を引きます。そして一様に レモンイエローをウォッシュします。濡れている間にパーマネントグリーンを感じで傾斜に合わせてこう入れます。またジョーンブリアンやイエローオーカーなどもところどころに入れます。少し赤茶けたところもありますので、このように、ごく少量のバーミリオンなんかもちらっと入れて、少し赤みを、赤みのあるところは赤みを、作っておきます。やや濃い感じのところも少しだけ入れておきます。特にこの辺りですね、形を意識せずにもう自由にやります。ちょっと濃く感じるところも入れておきます。乾き始めてきたので、エッジが出ないようにちょっとエッジの気になるところをこのようにぼかしておきます。ちょっと半乾きになってきたあたりで、このようにスクラッチでこういう草の表現をちょっとつけておきます。こういった筆のこちら側でもいいですし、一番効果的なのはこういったパレットナイフですね。これでこうやるときれいにこう白い草になります。これからもっと手を加えていきますので、あまりする必要はないですね。要所要所、特にこちらじゃなくて、中径円形あたりぐらいをちょっと入れておくといいです。中径円形っていうのはあまりこれから手を加えませんので、だから今の時点でやっておくということですね。こちらは今からたくさん手を加えていきますから、あんまり最初からスクラッチをする必要ないかなと思います。この皮の光った感じをどうしようかと思ったんですけども、マスキングを使わずにやろうと思ったんですが、もうマスキングやってしまいました。ということで、この上にもう一度薄いブルーをこうちょっと引いておきます。では濃淡の表現をしていきます。向こう側の土手のこの下部分の濃い影のところですね、
っとこう横に揺らす感じでいきます。上部はとりあえずこうぼかしておきます。さらに濃い質感がいりますね。ちょっとグッと濃い色をところどころに入れてみます。この斜面に沿ってこんな感じで斜面感が出るような感じで斜めに入れていきます。ぼかしていきます。こちらの草の部分にもところどころ濃いところがありますから、そういうところをめがけて濃い色を入れて濃淡を表現します。同じくぼかします。全部をぼかすのではなくてところどころでいいですね。なんとなく少しこうちょっとしたこう茶色い色調とかそんなのもありますので、ちょっとした草を表現しながらしたりしながらやっていきます。スクラッチを盛り込んだりして草の雰囲気を出します。細筆でフィーリングでザクザクっと手前の草を表現します。ちょっと締めに引き締める感じで、こう濃い色をこうラフな感じで表現していきます。右側もザクザクと色を置いていって、ちょっとこう複雑な、草の感じを出していきます。はい、では色をのせましたので、今からマスキングをすべて剥がしていきます。上の方から剥がします。すべてのマスキングを剥がすとこんな感じになります。でもこれだとマスキングのエッジがすべてにガチガチに出ていますので、もううるさくて仕方がないですね。なので、気になるところ、また円形は特にぼかしていきます。またこの桜のこういったところ、桜なのにこんなにエッジが硬いと、桜の柔らかい花びらという感じがしませんので、こういったところもぼかしていきます。湿らせたティッシュをこのように尖らせておいて、そして気になるところをこのようにぼんやりとぼかしていきます。こんな感じですね。こんな感じにぼかしました。あとこう円形の部分もですね、こんな感じで綿棒でふわっとぼかしておけば OK です。具体的に花を表現していきます。下の部分ができましたので、では最後桜ですね。こちらを描いてみます。まず色はローズマダーとそして
ワイト、これを混色して作っておきます。画面の上っ面に軽く水を引いておきます。下の絵の具が流れない程度でしておきます。では先ほど作ったピンクをフィーリングで入れていきます。桜は白い部分が多いのでピンクが乗りすぎたらちょっと取ります。影になるような部分に薄くコバルトバイオレットをほんのりと入れておきます。少し塩をまいてみます。はい、それでは、ピンクが乾きましたので、それと同時に、塩もいい感じで、模様ができまして、ということになりましたので、塩を払ってですね、では今から幹と枝を描いていきます。色は私はセピアに何でもいいからブルーを混ぜるという感じで作っています。幹の方から、適当にこんな感じで、もうデッサンも何もしてないのでいきなりもう自由にね、描いていってみます。こう幹があって枝を伸ばして潜ってまた出てくるみたいな感じですね。それを続けていくということですね。どこで潜ってね、どこで顔を出してもいいと思いますが、この空が見えているところは、やはり露骨に幹、枝が見えないとおかしいですよね。こういうところはね。で、この桜の前にある枝とかいうことですね。向こうにある枝とかっていう、向こうにある枝は潜っていく。で、またこちらに顔を出すみたいなんですね。そんな感じで作っていくわけですね。そして自然界の法則は、一番下が一番太くて上に行くほど枝は細くなっていくという、それを必ず守らないとダメですね。もう先端になるともう本当に薄く細くなります。こんな感じで、続けていきます。だいたいできましたら調子を整えていきます。まずこの幹の部分がこんな風にこう露骨に見えているのはおかしいですね。草が生えていますから、この上にこう草がかぶっているように見せないといけないですよね。ということはここをこうぼかしておく、こんな感じでね。そうすると自然に見えてきます。次に幹や枝の中にはすごく濃く見えるところと結構明るく見えるところがあったりしますので、その幹や枝の中にもこのようにちょっと濃いところを作ったりします。濃かったり明るかったりまた濃くなったりっていうふうにこう色々な表情があるように見せます。はい、そしてこれでもまだ完成ではないんですね。柔らかい花の中に潜っている、また柔らかい花から
顔を出している、そういった枝なのに、なんかクキッと潜ってクキッと出ていますよね、全部が。まあ、仕方ないですね、この筆で描いたわけですから。でこれだとイラストっぽいというか漫画っぽいというか、まだまだいけてないんですよね。なので、その例えば柔らかい花から顔を出しているように、こういったところをぼかしてやるとそんな雰囲気になります。また潜っていくとこもそうですね、私は綿棒でやっていますけど、綿棒を湿らせてね、こんな風にやっています。柔らかく潜って柔らかく顔を出すと、こういう感じですね。まあこの濃い絵の具のとこを溶かしてこうぼかしていますので、それが広範囲でこう桜の中に入ってしまうと桜が濁って見えますから、よくよく注意してやる必要がありますね。とにかく桜が美しく見えるように気をつけないとダメです。はい、できました。ですね、これまあ潜るところもぼかしてるんですけども、全体的にもうぼかしてみました。というのはこういったその見えている幹や枝の部分がくっきり見えすぎるとですね、この近景との、距離感がなくなってしまうんですね。割とすごく近くに、大きな花が見えていて、で中景にこの桜があるっていう感じなので、ちょっと結構距離があるっていうことを感じさせないといけないので、なのであえてもうちょっとぼかしてですね、春霞の向こうにあるような、ちょっとそういったこう桜の柔らかさを出しつつ、遠近感を出しつつ、ちょっと幻想的にねしてみました。そしてですね、やはりこういうふうにね、ぼかしていると結構気をつけていても、やっぱりちょっとこう汚れてるようにこうその、枝の色が、溶け出してですね、周囲にこう滲んでしまってちょっと汚れているように見えたりもしたりします。なのでですね、ここで最終仕上げ的にですね、そのちょっと汚れてるっぽく見えるかなっていうところにですね、ガッシュホワイトですね、不透明水彩の白、これらをこう桜の花びらっぽくですね、こう散らすんですね。でこう幹とかにこう乗ってきてもいいですね。こうそうするとバランスよく雰囲気よく美しく仕上がります。でこういうのをちょん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 とこう点描でね、花吹雪のようにこう入れてあげると、雰囲気良くなりますね。はい、完成しました。こんな感じで、まあ中景から遠景にかけては春霞の向こうにあるかのような感じで、ちょっとぼんやりした感じで、演出してみました。ではいつものように拡大して見ていきます。上部の桜は、このようなちょっと今回はあっさりしたタッチで、シンプルに仕上げてみました。手前の桜と奥の桜がこう遠近差があるように、構成しました。青空の前に桜の花びらが映えるようにしています。で円形から、近景へとこのような流れになっていまして、そして向こうの岸辺とこちら側ともできるだけ距離感が出るように、してみました。まあ、近くになればなるほど具体的に詳しくはっきりと濃く描いています。
はい、そんな感じで、今回はちょっとね、急いで書いてしまいました。ゆっくりと撮影したかったんですけども、ちょっと急いでいまして、まあ個展ですね、個展に、出展するために、急いで書いたんですけども、まあもうちょっとゆっくりとね、じっくりと煮詰めて計算して、書けばよかったなとちょっと反省はしていますけども、まあちょっとそのアバウトさがまた逆に良かったかもしれませんね。次回からはまたじっくりと落ち着いて丁寧に撮影してみます。どうぞお楽しみにお待ちください。はい、では最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。